嫁は ATM。 逆らうなら離婚。電話の向こうで心底楽しげな声を上げる義母。この人は私をいびるのが生きがいみたいな人で、散々嫌なことをしてきた。義父が亡くなって寂しいのだろうと今まではずっと耐えてきたが、私の我慢の限界はとっくの昔に超えている。それに義母は何やら大きな勘違いをしているようだ。しかも一つじゃなく二つ。それは決定的な勘違いだった。私はゆっくりと息を吸い、義母にとある真実を教えてやる。その直後、電話の向こうから義母の叫び声が聞こえてきた。私の名前は市原弥生、46歳の兼業主婦だ。友達や知り合いからはちょっとやそっとのことじゃ落ち込まない、強すぎるメンタルの持ち主だと言われている。そんな私は社会人になってしばらく経った頃に夫の圭介と出会い結婚。圭介は同い年で、初対面から気があった。出会ったのは知り合いに誘われた合コン。私は当時彼氏と別れたばかりで、恋愛はしばらくいいやと思っていたのだが、そんなんじゃ生き遅れちゃうよと友達がいらぬ気を利かせて合コンを開催したのだ。まあ友達が男性と出会いたいがための口実にうまく使われたような気がしないでもないが、気が進まなかった私は席の隅の方で気配を消して一人で飲み食いしていた。ふと反対側のテーブルで同じように気配を消して飲んでいる人に気づき、お互いの目があってなんとなく話し始める。その人が圭介だった。お互い大変ですね。二人とも合コンに乗り気じゃないとわかると、圭介は苦笑いを浮かべながらそんなことを言った。その時の笑顔がなんだかちょっと可愛らしく見えたのだ。合コンの後、私は圭介と連絡先を交換。最初は気の合う友達同士という関係だったが、圭介の方から告白してきて、この人となら別にいいかと交際を始めた。そして30歳の時に圭介と結婚。その2年後には息子の凛太郎が生まれて、幸せな毎日を送っていた。圭介の両親は新幹線の距離に住んでいて離れて暮らしている。彼と結婚する際、離れて暮らしていてよかったと心底思った。というのも義母は私と顔を合わせるたびに嫌味を言ってくるのだ。こんな女っ気のない相手が圭介のお嫁さん？もっと可愛い人の方が圭介にはお似合いでしょう。初対面で私をじろじろと見てきたかと思ったら、突然こんなことを言ってきた。私は思わず呆然としてしまう。初対面でこんな失礼なことを言われたのは初めてだったので、どう反応すればいいかわからなかったのだ。その後も義母は私が何も言わないのをいいことに次々と攻撃してくる。都会に住んでいる人だからお土産もおしゃれなものかと期待していたのに、何よこれ、何の飾り気もない焼き菓子とか。あなたってセンスないのね。持って行ったお土産は超有名店の一番人気のお菓子詰め合わせだ。見た目は確かにシンプルだけどすごく美味しいので、その美味しさを圭介の両親にお裾分けしたかったのだが、私の気持ちは一切伝わっていないようだった。初めての顔合わせは義母の悪口大会で終わってしまう。義母が何か言っている間、義父は一切反応せず、まるで空気のようで、圭介も困ったように笑うだけで一度もフォローを入れなかった。まあ離れて暮らしているし、結婚後はそんなに会うこともないわよね。自分にそう言い聞かせて圭介との挙式の準備を進めていく。義母とは連絡先を交換していないし、都会に住み続けていれば直接的な被害は少ないだろう。私の考え通り、
ケイスケと結婚した後は義母と関わることも少なく、穏やかな生活を送っていく。やがて凛太郎を妊娠し、無事に出産。出産後は孫の顔を見せろとギャーギャー騒いでいたけれど、ケイスケが何とか防いでくれていた。この人と結婚してよかったな。世の中には実の母ばかり優先して、嫁や子供をないがしろにする夫も珍しくない。ケイスケはそういう人ではなさそうだと、私は安堵していた。凛太郎を産んだ後も、しばらく平和な生活は続いていく。息子はすっかり大きくなり、現在14歳の中学2年生だ。本格的に進路を考え出す時期で、凛太郎は市内トップクラスの偏差値高校を目指しているらしい。そんな凛太郎は最近反抗期に入ってしまった。いちいちうるせえんだよ。私がちょっと注意するだけでこういう反応が返ってくる。しかし本人も素直になれない自分を持て余している様子だ。反抗的な言動をした後は聞こえるか聞こえないかくらいの小さな声でごめんと言う。素直になれない自分に悩んでいるのは分かっているので、私は特に大げさに反応せず凛太郎を見守っていた。最近の悩みといえば凛太郎の可愛い反抗期くらいで、生活に特に支障はない。仕事も順調で今は圭介より稼げている。圭介は最近仕事が忙しいみたいで帰りが遅い日が多いけれど、そこまで困ってはいない。絵に描いたような平和な日々を送っていた。ところがある日のこと。大変だ、父さんが突然倒れたらしい。え、そうなの？大変じゃない？休日、家族3人揃って家でのんびりしていると、義母から電話がかかってきたのだ。圭介は休みの日も一人で出かけることが多いので、久々にみんな揃ったし、どこかに出かけようかと話していたところだった。急いであっちに行かないと。そうね、準備するわ。凛太郎、3日分くらいの荷造りをしてちょうだい。わかった。この時ばかりは凛太郎も素直に私の言うことを聞く。慌ただしく準備をした私たちは急いで家を出て新幹線に飛び乗る。義母に教えてもらった病院に到着する前に、義父は帰らぬ人となってしまった。父さん、なんで。私はあまり義父と交流がなかったし、喋ったのも数える程度だ。だけど圭介が悲しんでいる姿を見ると私も悲しくなる。義母もしくしくと泣いていて、私への嫌味の言葉もなかった。その後慌ただしく葬儀を終え、私たちは自分の家へ戻る。悲しい出来事から数日後、キッチンで食事を作っていた私に向かって圭介は突然とんでもない言葉を発した。この家に母さんを住まわせようと思う。え？驚きの声を上げる私に、圭介は深刻な顔で続けた。父さんが亡くなって母さんは憔悴しっぱなしだ。このままじゃ母さんまでどうにかなってしまう。年齢も年齢だし、母さんを一人にしておけないよ。それはまあ言ってることはわかるけれど。義母は私に対して嫌な態度ばかりしてきた。そんな人と一緒に暮らし始めたら、この平和な生活はどうなってしまうのだろう。私がすぐに賛成しなかったことが圭介は気に入らなかったらしい。彼は若干怒ったような顔を私に向けてきた。この家の持ち主は俺だ。誰と住むかは俺が決めるから。今までにない強気な態度の圭介に私は驚いてしまう。彼はどちらかというとおとなしいタイプで、私が決めた内容に黙って従うことが多かった。ちなみに私が無理やり決めるのではなく、
ケイスケは自分で物事を決められない人なので、夫婦間で自然とそういう役割分担になったのだ。ケイスケは私に怒鳴った後、プンプンと怒ったまま自室へ戻っていく。まあ、ケイスケが決めたことなら仕方ないわね。私だって夫を亡くして一人で寂しい思いをしている人に対して無下な扱いはしたくない。義母は寂しい思いをしているだろうし、私たちが温かく迎えなければ、そう思っていたのだが。お邪魔するわね。ああ、その荷物は私の部屋に運んでちょうだい。それと、今日の夕飯はお寿司にしましょう。私の同居記念ってことで、いいお寿司を買ってきてね。我が家に到着早々、義母は私に対して上から目線で命令してきた。あら、凛太郎ちゃん、そんなところに座ってないで、おばあちゃんの荷物を運んでよね。あなたが一番この家で若いんだから、一番年上の私のために動いてもらわないと。凛太郎に対しても偉そうに命令する義母。義母は凛太郎のことを男孫だと可愛がっているが、自分が家族の中で一番上で偉いと思い込んでいるので、ナチュラルにこうやって命令するのだ。凛太郎はげんなりした顔をしながらも義母の言うことを聞く。下手に言い返したら倍になって帰ってくることを凛太郎もよくわかっているからだ。ほら、あなたもぼーっとしてんじゃないわよ。義母に命令されてせかせかと動く私たち。義父を亡くして寂しい思いをしていると思っていたのに、私の予想を裏切って義母は我が家で勝手気ままな生活を始めた。わがままを言うくらいなら私もなんとか耐えられただろう。しかし義母は同居と同時に私に対してひどい嫁いびりをし始めた。何このおかずは、塩辛くて食べられないわ。私を高血圧にして病院送りにしたいの？私が出したご飯に文句を言うのは当たり前。しかも義母は食事をするたびに文句を言うのだ。ちなみに我が家で使っているのは普通の調味料で、味付けはどちらかというと薄めを意識している。凛太郎も圭介もあっさりめの食事を好んでいるからだ。しかし義母はその食事を塩辛いと文句を言う。私に嫌味を言いたいがために難癖をつけているのだ。その他にも洗濯や掃除、家事全般に対していちいち嫌味を言ってくる義母。ある日とうとう耐えかねた私は義母に掃除機を渡しながらこう言い返した。そこまで言うならお手本を見せてくれませんか。お母さんのやり方を参考にさせてください。ここまで言われてしまえば引き下がれない義母は私から掃除機を受け取る。しかし義母の掃除は至って普通で、私のやり方と特に変わりはなかった。掃除はこうするのよ。だというのに自信満々にドヤ顔をする義母。なんでここまで自信満々に言えるのかしらとちょっと不思議に思ってしまった。そんなある日のこと、私の仕事が午前中に終わったので早々に家に戻る。すると義母が知らない女性を連れ込んでいた。この人はこっちに来てから友達になった大塚桃子さんよ。とっても気が合うのよね。大塚さんとやらは私に軽く挨拶をすると義母とおしゃべりを再開。やっぱり嫁は厳しく教育しないと。秋江さんは優しすぎるのよ。そんなことないわよ。どうやら大塚さんという人は義母とお仲間のようだ。私は聞こえないふりをしてリビングの隣にあるキッチンで夕飯の準備を始める。二人はチラチラとこちらを見ながら嫌な笑みを浮かべていた。何か嫌な雰囲気だなと思っていたら、突然ガチャーンと大きな音が響く。
あら、ごめんなさいね。床に落ちていたのは大塚さんが飲んでいたコーヒーカップ。幸い割れてはいなかったが、中身が床にぶちまけられてしまった。拭いてくれるかしら。言われた通り、私は床にこぼれたコーヒーを拭く。すると突然頭に何かがかかった。な、何するんですか。ごめんなさいね、手が滑っちゃったの。私の頭にかかったのは義母が飲んでいたコーヒーだ。ケラケラと心底楽しそうな笑い声を上げる二人。ただいま。何やってんの。ちょっとうるさいんだけど。そこに学校が終わった凛太郎が帰ってくる。凛太郎は部屋の状況を見てすぐに何が起こったのか理解したようだ。お前ら何やってんだ。目をつり上げて二人に怒鳴りつける凛太郎。カバンの中からタオルを取り出して私の頭を拭いてくれた。凛太郎。普段は反抗期で冷たい態度ばかりだが、タオルで私の頭を拭いてくれる凛太郎は私を気遣うような顔を見せている。一通り汚れを拭き取ると、凛太郎は義母と大塚さんをぎろりと睨みつけた。母さんに何しやがる。凛太郎ちゃん、何か誤解しているみたいね。これはちょっとした事故で。黙れよ。ばあちゃんが母さんに普段何をしているか俺が知らないとでも思ってんのか。仲間と一緒になって嫁いびりしている暇があるなら、もっと健全なことに時間を使えよ。あまりにも正当すぎる凛太郎の言葉に二人とも呆然として口をパクパクさせている。っていうか、あんた誰。母さんにこんなことするやつは客じゃない。今すぐ出て行け。凛太郎の鋭い視線に気をされたのか、大塚さんはそそくさと我が家を後にする。義母も凛太郎の迫力に何も言い返せず、すごすごと自室へ戻っていった。ありがとうね、凛太郎。別に母さんのためじゃないし、うちから変なやつを追い出しただけだ。これから勉強するのにうるさいのは勘弁してほしいからな。なんて言って照れ隠しをする凛太郎。この子を産んでよかったと心から思えた出来事だった。しかしこの事件はこれだけでは終わらない。圭介が帰宅すると、義母はこのことを息子に告げ口したようだ。おばあちゃんとお友達になんてことをしたんだ。圭介は大声で凛太郎を叱りつける。凛太郎は無然とした表情で、その様子を見ていた義母はニタニタと嫌な笑みを浮かべていた。圭介、違うの。凛太郎は私を守ろうとして。お前を守る。母さんは凛太郎が突然リビングに入ってきて、うるさいから出て行けと怒ってきたと言ってるぞ。何をすっとんきょうなことを言ってるんだ。義母は自分に都合のいいように事実を改変して圭介に伝えたらしい。私が慌てて訂正しようとするが、圭介は聞く耳持たず。大体お前らは母さんに対して冷たすぎるだろう。母さんは俺の大切な母親だぞ。もっと敬え。その後も圭介の説教は止まらず、私と凛太郎は口を挟むことすらできなかった。自分の母親を大切にしたい気持ちはわかるけれど、圭介は私と凛太郎をないがしろにしすぎている。私たちの言うことは一切信じず、義母の言うことしか聞いていない。義母と離れて暮らしていたからわからなかったけれど、どうやら圭介はマザコンだったようだ。とんでもないことになったわね。ここ最近はため息ばかりが増える毎日だ。義母は今回の件で味を占めたのか、何かあって義母に反抗すると事実をねじ曲げて圭介に伝えるようになった。そうなると面倒なことこの上ないので、あの出来事から3ヶ月近く経った今、私も凛太郎も義母との接触はなるべく避けつつ、顔を合わせるときは
波風を立てないように過ごしていた。そんなある日のこと。あら？カードがないわ。財布の中のレシートを処分しようとしていたら、クレジットカードが1枚なくなっているのに気づく。しかもそれはただのクレジットカードではなく、ブラックカードだ。どこかに落としたのかしら。首をかしげていると、ポケットに入れていたスマホの着信音が鳴る。お母さんだわ。思わず素直な感情が出て顔をしかめてしまう。無視したかったけれど、後が面倒なので、私はしぶしぶ電話に出ることにした。はい、もしもし。ねえ、弥生さん、私今どこにいると思う？電話の向こうの義母は相当ご機嫌な様子で、弾む声で私に謎々を仕掛けてきた。はあ、わかりません。付き合う気はなかった私は適当に答える。義母はそれに構わず楽しげな声で続けた。今ね、旅行代理店にいるの。実は前から私と仲のいい親戚20人とハワイ旅行に行こうかって計画を立てていたのよ。へえ、そうですか。いいですね。またもや適当に返した私に、義母はとんでもないことを口にする。ちなみにこの旅行はあなたのおごりね。あなたの財布からブラックカードを拝借したわ。暗証番号はこっそり覗き見した時にバッチリ覚えたから問題なく使えるわよ。なんですって。私が驚きの声を上げると、義母はその反応がお気に召したようで、ゲラゲラと下品な声を上げた。嫁は ATM、 逆らうなら離婚。電話の向こうで義母の親戚連中もつられて笑う声が聞こえてくる。私は義母の親戚に会ったことはないけれど、どうやらその人たちも義母と同じような最低な性格をしているらしい。嫁いびりもほどほどにしておきなよとか、そんなこと言ったら嫁が泣いちゃうぞとか、笑い混じりの声が聞こえる。しかし私は義母や親戚連中の嫌味な言葉は気にならない。それよりももっと気になることがあるからだ。あれ？カードは解約済みで2ヶ月前に離婚済みですよ。え？義母が気の抜けた声を上げる。もしかしてこの人何も知らないのか。私は眉をしかめて一から説明してやることにした。義母がこの家にやってくる前から私は気になっていたことがある。それは圭介の帰宅時間の遅さと休日の外出頻度だ。圭介はあまり会社で活躍している人ではない。そのため長年給料は変わらず、このままでは生活が苦しくなるだけだと、私が代わりにバリバリ働いて稼ぐようになったのだ。圭介は自分の給料が低くても全く気にしていない様子だった。この給料でも生活できるし、そこまで頑張らなくて大丈夫だろなんて思っていたのだろうが、生活ができていたのは私が一生懸命働いて稼いでいたからだ。それでも圭介は私たち家族に対して優しかったし、家事もやってくれるので、私はこの生活に不満はなかった。ところが、徐々に圭介の帰りが遅くなる日が続く。圭介曰く残業とのことだが、その割に給料には反映されていない。サービス残業なんだ。恩を売っておくチャンスなんだよね。これが昇給や昇進につながるかもしれないし。今まで自分のキャリアに興味が一切なかった圭介がいきなりそんなことを言い始めたのはかなり不自然だった。そして残業が多くなるにつれて、休日に一人で出かけることも多くなる。最近一人で出かけてばっかりよね。来週は家族でどこかに出かけない？ある日圭介にそう言ってみたら、彼はすぐに私の誘いを断った。
実はこっちで昔の同級生に再会したんだよ。来週はその人と会う約束をしているんだ。ああ、ちなみにその人は男だから心配しなくていいからね。性別に関しては何も聞いていないのに焦ったように付け加えるケイスケ。このやりとりで絶対に怪しいと感じたのだ。その後、私はケイスケにバレないようにこっそりと調査を開始。すると出るわ出るわ浮気の証拠が。同級生と会っているというのは本当だが、性別は男性ではなく女性だった。これだけ証拠が出てくるなんて、今まで浮気に気づかなかった私ってかなり鈍感なのかしら。まあ、ケイスケの代わりに稼がなければならず忙しかったので、それを理由にしておくことにする。ケイスケの浮気が判明しても私はあまりショックを受けなかった。私はケイスケのことが好きだったし、彼と結婚してよかったと心から思っている。だけど、私と凛太郎を裏切るような行為をしたと分かった時点で、ケイスケに対する愛情はきれいに消え失せた。それに加えて、浮気が判明した直後にケイスケは義母を呼び寄せ、半ば無理やり同居を開始させる。ケイスケに対する好感度はゼロを振り切って、もはやマイナスだ。それでも今までのことをちゃんと謝罪するのであれば、私はケイスケを許すつもりだった。私は集めた証拠を揃え、義母と凛太郎がいない隙を狙い、ケイスケに突きつける。あなた、浮気してるでしょ。ケイスケは私が突きつけた証拠の山を見て、驚きに目を見開く。そして彼は私に向かってこう言い放った。仕方ないだろ。お前が仕事ばかりで俺に構ってくれなかったから。俺が浮気したのはお前のせいでもあるんだからな。なんとケイスケは謝るどころか逆ギレ。しかも自分の浮気を私のせいにしたのだ。俺は別に浮気するつもりはなかった。お前がちゃんと俺に愛情を持って接してくれていれば、俺をないがしろにするからこんなことになるんだ。逆切れの末、バンと机を叩くケイスケ。威圧的な態度を取れば、私が怖がって言うことを聞くとでも思っているのだろうか。そういう考え方も、自分が悪いのに謝罪しない姿勢も、何もかもが許せない。言いたいことはそれだけ？私は冷たい声を出しながら、記入済みの離婚届を突きつける。すると、ケイスケは先ほどまでの勢いがなくなり、顔色を一気に青ざめさせた。おい、冗談だろ？冗談なんかじゃないわよ。待ってくれよ。離婚はやりすぎだろ。たかが浮気じゃないか。慌てて言い逃れしようとするケイスケに、私は鋭い視線と言葉を向けた。たかがですって？私と凛太郎を裏切る行為をしておいて、たかが浮気なんて言うの？あなた、自分のしたことがどれだけ罪深いか分かってないみたいね。あなたのしたことは家族に対する裏切り行為で、不貞行為は離婚事由になると民法で決められているわ。民法という言葉にケイスケは言葉を飲み込む。その隙をついて私はさらにこう続けた。私が構ってくれないから浮気したとか言ってたわね。あなたが稼げない解消なしだから、私が一生懸命働かざるを得なかったのよ。自分のことを棚上げして私が悪いなんてよくも言えたものだわ。あなたみたいな人を恥知らずというのよ。あまりにも容赦のない私の言葉にケイスケは涙ぐんでしまう。もともとこの人は気が強くない。自分が悪いのに私に口で勝とうとするなんて到底無理な話だ。やだ、離婚したくない。ケイスケはしくしく泣き出す。しかし泣いて許されるのは子供だけだ。
離婚したくないなら最初から浮気しなければいいの。子供でもわかる単純なことよ。あと、離婚したくないって言うなら、こっちは弁護士を雇って手続きを進めるわ。私、そこまでしてもあなたと離婚したいのよ。ケイスケと離婚したいのは、彼が浮気していたからというのも理由の一つだが、義母と離れたいのも大きな理由だった。もうこれ以上、あの人と一緒に暮らすのは耐えられない。なので、私は頑なに離婚の姿勢を貫いたのだ。最終的にケイスケは離婚を承諾した。無事にサインされた離婚届を見て、私はほっと安堵の息をつく。母さんに話すのはちょっと待ってくれ。俺から話すから。きっと驚いてショックを受けるだろうし。あの人がそんな繊細な心の持ち主かと思いつつ、私はそれを了承。ええ、いいわよ。私はその間に引っ越しの準備を進めるから。それと、凛太郎の親権は私でいいわよね。あなたの給料だと凛太郎とお母さん二人を養うのは難しいだろうから。私の言葉に圭介は黙ってうなずく。離婚届はすぐに提出した。ちなみに慰謝料は改めて請求するつもりで進めている。圭介と浮気相手にはきちんと罪を償ってもらわなければならない、という経緯があったんですよ。まさか圭介まだお母さんに伝えてなかったとは。今までこの家に住んでいたのは引っ越し準備のためなんです。先日ようやく新居を見つけたので、来週にでも出ていくつもりで準備を始めていたところですよ。私が説明している間、義母は電話の向こうで終始無言だった。私から告げられた事実がそこまで衝撃的なものだったのだろう。黙ったままだと電話切りますよ。すると義母ははっと我に返り、慌てて口を開いた。なんで勝手に離婚してるのよ。私に断りもなく。離婚に親族の許可が必要なんて決まりはありませんよ。お母さんこそ何を言ってるんですか。私があっけらかんと返すと、義母は言葉にならないうめき声を上げる。そこに旅行代理店の人だろうか、女性の声が聞こえてきた。このクレジットカードは使えないようですが、200万円のお支払いはいかがなさいますか。私のブラックカードで200万円も勝手に使おうとしていたのか。ブラックカードを持てるくらい稼いでいる私だけど、そんな大金はさすがに目玉が飛び出る。私が呆れていると義母が慌てた声を上げた。なんでブラックカードを解約したのよ。なんでって、お母さんが私の暗証番号を覗き見したからですよ。さっき言ってましたよね、こっそり覗き見してたって。あれ、私ちゃんと気づいてましたよ。ある時、義母も含めて4人で外食したことがある。その時は現金の持ち合わせがなくて、ブラックカードを使って支払いをしたのだ。財布からカードを出した瞬間、義母の目が大きく見開かれたのに気づく。その後も義母は食い入るようにカードを見ていた。義母はお金に汚いところがある。何かと私にお金を出させようとするので、このブラックカードにも興味があるんだろうなとは思っていた。しかし、まさか支払いの最中に私の背後にこっそり近づいてきて、暗証番号を入力しているところを見られるとは思わなかった。義母は隠れているつもりだったのだろうが、荒い鼻息は私の耳にバッチリ届いていたのだ。その直後、私はブラックカードを解約。もともとあまり使っていないカードだったし、別のクレジットカードを持っていたので、解約しても特に困らなかった。というわけなので、お金は自分で払ってくださいね。義母はまたもや押し黙ってしまう。覗き見がバレていたとは思っていなかったようだ。義母的にはただで旅行も行けて、嫁いびりもできる
完璧な計画だったのだろう。義母は私を甘く見すぎだ。そんな簡単な罠に引っかかるほど私はバカじゃない。電話の向こうで親戚連中の声が聞こえてきた。おい、アキ、支払いができないってどういうことだ。ハワイ旅行はどうなるのよ。不満たらたらな声が大きくなっていき、義母が慌てて親戚連中に言い訳している。これ以上電話をしていても時間の無駄だと判断した私はため息まじりで口を開いた。じゃあ電話切りますね。ちょ、待ちなさい。義母が何やら言っていたが容赦なく電話を切る。まったくしょうがない人だなと呆れながら、私は出しっぱなしにしていた財布をしまった。その後、私は引っ越し準備のため荷造りを始める。もともと荷物は少ない方なのですぐに終わりそうだ。自分の分が終わったら凛太郎の荷造りを手伝おうなんて思っていたら、玄関が乱暴に開く音が聞こえて、ドタドタと荒い足音が私の部屋に近づいてきた。一体どういうつもりなのよ。おかげで恥かいちゃったじゃない。お帰りなさい。お母さん、旅行はどうなったんですか。支払いは一旦待ってもらうことになったわ。あんた今すぐ私と一緒に店まで来なさいよ。200万円全額あんたが責任持って払いなさい。自分勝手にわめく義母に私は怒りの目を向ける。私から怒りを向けられることがなかった義母はそれだけでうろたえてしまった。なんで私があんたの旅行代を払わないといけないの。お宅の息子とはすでに離婚済み。私とあんたは他人同士なんだけど、そのことちゃんと理解してよね。義理の母親に向かってなんていう口の聞き方を。だからあんたはもう義理の母親じゃないんだってば。何度言えばわかるのよ。頭大丈夫。一切遠慮のない私の言葉に義母はみるみるうちに顔面蒼白になっていく。今までは圭介の母親だからと手心を加えて甘い対応をしてきた。だけどもうその必要もない。もっと言い返してやろうと思っていると、義母が冷や汗を流しながらも私をきつく睨みつけてきた。ああそう、勝手にすれば。あんたがいなくなればせいせいするわ。ただし凛太郎は置いていきなさい。あの子は家を継ぐ役割があるからね。何を言い出すかと思ったらそんなことか。呆れて言い返そうとした私を止めたのは、タイミングよく学校から帰宅した凛太郎だった。ちょっと冗談やめてよね。俺は絶対母さんと一緒に出ていく。この家で父さんとばあちゃんと暮らすなんて、それなんて拷問だよ。大金積まれたってお断りだね。凛太郎、あなたなんてことを。もしかしてこのバカに洗脳されてるの。義母が私を指さす。洗脳なんてドラマじゃあるまいしと呆れていると、凛太郎も呆れた目を義母に向けた。バカはばあちゃんの方だろ。っていうか俺が何を継ぐって言うんだよ。継ぐものなんか家と土地くらいしかないじゃんか。そんな大層なものも持ってないのに後継ぎとか大げさなんだよ。凛太郎の言う通り、この家には継ぐものなんて何もない。築年数がだいぶ経って資産価値のなくなった古い家と、偏僻な場所にあるので買い手がいなさそうな狭い土地だけだ。売ったところで二束三文にしかならないだろう。私と凛太郎に言いまかされ、わなわなと震えるしかできない義母。私はとどめとしてこんな言葉を投げかけた。ちなみに今までお母さんがお金のことを気にせず好き勝手生活できていたのは、私ががっつり稼いでいたからですよ。後で圭介の給与明細見せてあげますね。そうすれば誰のおかげで生活できていたのかがわかると思いますよ。
無駄遣いが大好きな義母にとってこの言葉はかなり効果的だったようだ。ブルブルと震えて目線をあちこちさまよわせると、先ほどの勢いから一転、今度は私にすがるような態度をとってきた。出ていくなんて嘘よね。ケイスケとちょっと喧嘩しただけなのよね。そうだと言って、私が旅行代を払わせようとしたのを怒ってるのかしら。それなら謝るから、だからお願いよ。今さら謝ったところで遅いですし、あなたの謝罪は受け入れません。だって心底反省して謝ってるわけじゃないですし。私は一切の容赦なく義母の謝罪を拒絶する。徹底的な拒絶に義母は青白い顔でとうとう目に涙を浮かべ始めた。ちょっとかわいそうかなと思ったけれど、今までこの人が私にしてきたことを思えば同情の余地はない。これからの生活、せいぜい頑張ってください。義母はとうとう力なくその場に崩れ落ちた。その後、私は引っ越し準備を進めつつ、圭介に対して慰謝料を請求。彼の支払い能力では請求できる額はたかが知れているけれど、自分がしたことの責任を取らせる意味で慰謝料請求したので、額はあまり重要ではない。浮気相手にもしっかり慰謝料請求して、二人に責任を取らせることには成功した。しかし、少額の慰謝料支払いでも、ケイスケにとってはかなりの痛手だったらしい。彼はなけなしの貯金を失い、私物を売って何とか生活を成り立たせようとする。義母がこんな状況になっても無駄遣いをやめず、働きにも出なかったからだ。追い詰められたケイスケはとうとう家と土地も手放す。しかしやはり二束三文にしかならず、少しの間の生活費だけが手元に残った。二人はボロアパートに移り住み、その日暮らすのもままならないとか。義母はこうなってようやく働きに出たが、あんな性格なのでどこも長続きせず、生活は苦しいままらしい。ちなみにハワイ旅行はキャンセルになってしまい、親族連中は義母にブチギレ。義母は親戚からのけものにされ、困窮した生活を誰も助けてくれないとのこと。自業自得の結果だ。同情の余地はない。一方、私は凛太郎と無事に引っ越しを終わらせ、新生活を始めている。引っ越し先は凛太郎の学区内にあるアパートだが、セキュリティはバッチリだし、万が一ケイスケや義母がやってきても対応できるだろう。凛太郎はケイスケと義母と離れることができて、ストレスから解放されたらしい。反抗期もだんだんと落ち着いてきて、勉強に集中できている。こんなことならもっと早くに離婚しておけばよかったかもね。ケイスケと結婚したのは私の人生で最大の失敗だが、凛太郎に巡り会えたのは最大の成功だ。いいことも悪いこともあった結婚生活だったけれど、いつか笑い話にできる日が来ることを信じて、今日も私は精一杯生きている。